あとそうだ、ツイッターでも話してたんだけど、あのね、スイちゃん武器持ってっしょ今。このオーバーチャーオレンジの方武器持ってると思うんですけど、これね名前がありまして、よいしょ、ま、なんだこれは、よいしょこのキービジュでも持ってるんですよね、この機械的な、このなんだかよくわからない武器。これの名前はですね、アレグロと申します。アレグロってドンキだよね。うん、銃です。え、ちなみに参考資料とかあります？参考資料、そんなに気になるそんなに気になるアレグロのことがあって、え、なんか今私のイメージ的にはもうこんなやつとかね、そのイメージで出したのかね。あのルビーってアニメ知ってるかな、LWBY だったかな、でルビーって読む、あの今度なんかシャフトでアニメ化するらしいんだけど、そうルビー、スイちゃんね知ってるとか好きなんだよ、ルビーが、そのアニメが。でそう、海外の 3D アニメで、これスイちゃん全部見てるぐらい好きで、でこれのあの主人公の赤い女の子が持ってた鎌がめっちゃこうウィンウィンウィン、ガシャン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 ガシャーってなって銃にもなるの。鎌になったり銃になったり、なんかね、なんかいろんな形になるのね。でそれのあの銃になった時の形がすごい自分の中でしっくりきてて、鎌の偏見めっちゃかっこいいよな。格ゲーのやつだよね。格ゲーのやつではない格ゲーなの？ルビーの持ってる武器ね、マジでかっこいいんだよ全部。だからそれ見て、これみたいなやつって言ったらこんな感じになった。ガンブレードみたいなもんか。ちょっとね、なんて言ったらいいのかわからない。あ、格ゲーにもなってんだルビーって。そうなんだ。